ボンジョルノトゥッティ、コメスタテ、こんにちは、相川陽介です。たまたまプラッと、うちの蛍光灯が切れて、蛍光灯が切れたんで、蛍光灯を買いに家電屋に来たら、隣のサイゼリアが空いていたので、ちらっと入りました。イエイ。ということで、サイゼリアで乾杯。サルーテ。イタリアで乾杯っていうとサルーテと言います。サイゼリアって皆さんどんなイメージ？まあ多分サイゼリアっていうとまあなんか安っぽくて騒がしくて、なんだ明日は結婚記念日なの、7周年目の結婚記念日、あなたどこのレストランを予約してくれたの？駅前のサイゼリアだよって言ったらまあ離婚だろうな、と思うぐらい。私からすればサイゼリアはすごい貴重でいい店だと思うけどね。サイゼリアすごいよ。例えばご存知このワイン、イタリア語で言うとこのヴィーノだけど、これなんて自分とこの農場で作ってるんだぜ。すごくない？でまあすごい執念だなと思うけど、そのコストカットをねして、もともとサイゼリアさんっていうのは町のちっちゃな定食屋だったんですよ。で別にイタリア料理出してなかった。でそのちっちゃな町の定食屋さんがなんだいくらだったらお客さんすごく来るのかなと思って、当時もう何十年も30年40年前だけど、じゃあ定食を普通周りは500円とかで出してるけど、じゃあ200円だったらどうかなって言ってめっちゃ下げてみた。そしたらものすごいその倍の人が来た。あ、そっかということで、このサイゼリアの経営者さんはめちゃめちゃ値段を下げてやり始めたのね。でいつしかそれがイタリア料理ってことになって、今のサイゼリアになってる、いやすごいもんだよね。いかにイタリアのバールっていっぱいあるけど、バールに行ってもほらここに書いてあるけど、これですね、これ私好きなんですよサイゼリア。実はなんだデキャンタで500ミリで400円でしょう。ありえん、さすがに400円ってことは3ユーロだけどありえないな。バールでワイン一杯飲んでもうもっとするわ。だから本場イタリアよりは安いんですよ。信じられないね、マンマミーヤです。まあ、その点すごく日本にこうぴったり合う、日本人が好きそうなものがいっぱいあるしね。どこに書いてないかな、ワインの由来書いてないかな。契約ワイナリーで作られたハウスワイン、確かこれはトスカーナ地方の畑を買って、でそこでその地元の人に育てさせて、で持ってきてるっていう話を前聞きました。まあちょっと頭痛くなっちゃうって人もいるとは思うけどね。さすがにまあそんなにいい廉価版な、まあ、ビノターブロ、テーブルワインだからね。まあサイゼリアってのは僕は面白いと思うんですよね。他にもまあでもあとサイゼリアでよく言う話といえばミラノ風ドリアだな。ミラノ風ドリアってあるかな、めくってみるとミラノ風ドリア、ミラノ風ドリア、ミートソースボローニャ風、イカのス、あったあったこれだ、これね。まあきっとみんなこれ見てもお腹空かないんだろうね、食べたいってなんないんだろうね。そらサイゼリアに対しての持ってるイメージが悪いんだろうな。これですよ、これこれミラノ風ドリアね。このミラノ風ドリアなるものって創業以来こだわり続ける人気商品、コクがあるのにキレがいいと書いてあるけど、こんなもんミラノで食べたことないな。まあ、ミラノ料理の全てを知ってるわけじゃないけれど、ドリアっていう食べ物自体がイタリアで食べたことないな。まあすっかりなぜかミラノ風ドリアっていうのでミラノ風がつくだけでなんかおしゃれなイタリア料理風になってるっていう。あ、こんなものもあるんだ今、すげえな。ほらこれシーフードパエリア、パエリアなんていたっちゃまさにスペイン語でもなければイタリア語でもないっていう。まあ確かバルチェローナなんかであるかな、サフランライスって書いてあるね、サフランね。サフランはさすがにミラノの定番の、リゾットアラミラネーゼ、つまりミラノ風リゾットといえば、まあ、このサフランの、リゾットのことを指すわけです。あれは非常に美味しいね。しかしあれも結局蓋を開けてみればただの
あのコンソメご飯ですね、うん、コンソメ炊き込みご飯ですから、まあ、うまいけど、うん、特にこれっていう、まあ、栄養価は低いわね、うん、他にもエスカルゴとかあるしね、ポップコーンシュリンプなんかいたってはこれイタリアで置いてる店なんてあんのかな、わからない、別にディスってるわけじゃないですよ、サイゼリア大好きだから、うんね、だからねすごいよね、あこれペコリーノロマーノなんてすごいね、これも相当なコスパ商品ですね、うん、ペコリーノロマーノは貴重だよね、日本でなかなかペコリーノロマーノチーズは食えないから、うんね、他にもね、まあ、ツッコミどころ、ナポリジェノベーゼがあるよ、面白い、すごいね、分かってるね、これほら分かっててやってるんですね、大体ジェノベーゼっていうのはジェノバ風 の, あの、まあ、スパゲッティのことを言っていて、こっちなんかはこれがナポリターなんですね、ジェノベーゼナポリターなんてこんなんですよ、うん、色が違うな、茶色い、うん、まあ、僕もそこまで詳しいわけじゃないけれど、ナポリジェノベーゼって玉ねぎをコトコト煮込んだね、ちょっと甘みの出た、やつです、うん、まあ、って言ってもすごく作るのに手間がかかるから、ナポリのジェノベーゼは、うん、お家で作るっていうのはあんまり、まあ、作る人もいるけど、うん、あんまり見ないね、そうですよそうですよ、まあいいよね、サイゼリアさん素晴らしいよ、だから本当サイゼリアさんになんかどうしてもやっぱイメージが悪いのと安いから、こう個室がないね、個室があって周りの騒音から隔絶されて、せめてプラスチックじゃない食器で銀食器で食べれる個室があったらすごくね、結婚記念日のディナーとかにいいと思うんだけどね、どうなんでしょうかね、うん、まあシチリア人一回連れてきたけど、シチリア人たちに言わせればなんかモッツァレラチーズ、モッツァレラなんか食べさせたけど、まあ、酸っぱいって言ったな、うん、まあ確かにね、まあ酸っぱいかもしれないね、うん、すごいですよここは、うん、ね、ぜひ皆様もサイゼリアで本場イタリアの味に触れていただきたいと思います、ということで今日は雑談のような感じです、駅前のサイゼリアからお送りしました、チャオバナセラター。